これ110リッターの水野のバッグ。キップです。カラスパ。はいはいはい。真っ白の。ビリビリタイプのカラスパやん。チカヤも買ってるもん。ベルト。そう。もう本当一緒なんだけど。ああね、マルチのグローブ。うん。グローブ買った。そんな軽く言わないで。エニッシュ。エニッシュ。コバ。アキト。マジラグリ。マジマジ切れマジ切れマジじゃない酢だよ酢正解今全然これはずるいこれはずるいなぁ酢だったらさっくりゲストもでもまあコバは半身系にやっぱりまあだから最近あのレベル上がってきてたな何の何のえこのクイズのあ確かにはい聞かれてたぜはい何をするかというとはい50万円が食べたよはいもう豪遊企画あるわとにかく10万円分お買い物してベースボールタウンさん今スポンサー契約結んでるんでどうせスポーツ用品買うならベースボールタウンさんがいいということで、うん、もうベースボールタウンさんに爆買いさせてもらいましたありがとうベースボールタウンさんの強みそれは何か分かりますよねはいこんなに買って分かったはいはい、はい、どうぞ名前カタカナめっちゃ強くね普通やろ名前がベースボールタウンひらがなのが珍しいだろほら次かわいい名前がなんかあるかな人早い返品不要お前が正解ありがとうございますお前が正解ですお前名前褒めても何も来ねえからそうだねベースボールタウンさん安いそれ早いでこれ交換が無料っていう3秒揃ってますからいやもうびっくりでしょ俺ネットショッピング押した瞬間ピンポンってなってきたかったよ俺はどういう嘘やねん恋愛に生まれてよかったよね嘘やめてやそれを予想しちゃっていいよお前この2日ぐらい届いてるそうだ、ね、1日か2日届いてる、うん、で間違えても交換が無料なんで俺ねぜひ皆さんも使ってみてくださいということでお願いしますよ本当にお願いしますこれから自分買った商品をね紹介していくんだけど、うん、まあその中にいいものがあったらポチッとしてもらえればね買えるんで概要欄からぜひ飛んでみてくださいお願いしますそれでは早速やっていきましょうせーのセーフでかすぎ、はい、すぎるこれにこの5人分のやつが入ってるってことでしょじゃあこれ俺1人はい初恋ショッピングの前振りみたいなめっちゃうまいこれ4つ4つ楽しみでしょファインじゃあ10万円分紹介していくよー俺からでいい、うん、いいよないかじゃあまず全員で買ったもの紹介していいそうや、ね、これ一応あるから、うん、チームで買ったものが揃えたやつね揃えたやつは何違う1つ目アシックスのベンチコートよいしょこれこれこれはもうかっこいいこれねちょっと夢だったよね確かに、うん、ずっと言ってたじゃん、うん、あのベンチコートみんなで揃えると、うんこれはね、6人全員買いました、はいうん、ありがとうございますありがとうございますまあこれ揃えたらエンドレス全員と揃えたからねそうやねそうだよ、マジで買った方がいいと思う、うん、アシックスのもう一個全員で揃えたのがこの Z の V ジャンおりゃこれまあ強弱とかねそういうので使えるじゃんうん、うん、遅いねん買うの遅いねラッツさんが買ってたやつですよね僕はもう最初から目つけて買ってますよねそういうことねはい君ら2番煎じってことだじゃあお前に揃えてやったのいやマジでそうこれに関しては感謝してほしい感謝しろよありがとう。うん。ありがとう。そういうことで。これもね、6人分全員買いました。こっからは、もう俺個人の、うん、ちょっとお気に入りから最初出していくわ。はい。うん。アンダーショットがもういいじゃん。後でパーって出すから。うん。1個目、もうこれも欲しかったやつ。はいはい。え、ドリエカベスケボーゲー危ねえ、危ねえよ、お前。デカー。デカバッグ。これ、110リッターの。ミズノのバッグキップです10そうこれね欲しかったよ俺もいやいいよねもうマジでかいよね結局なんか撮影してると荷物パンパンで、うん、だったらもうこれにしようっていうなるほどねうんしょえるしょえんのしょえんのしょえるなでしょバンドマンみたいでしょ、うん、下にさこのガラガラついてんだよトランスフォーマーやんこのガラガラがめっちゃ使えるなと思ってキャリータイプねそうキャリータイプもうこれはもうね本当に欲しかった一品ですじゃあもうお前マジ荷物係でいいねえだから全部持ってこいよお前の荷物いいんだ全部持ってこいよいいんだ心広いえ、アキとコバいけるのいけるのお前だこお前の忘れちゃってるやん最高ですやばないショッピングナイショッピングこれ2万くらいしますようんまだあるんですかあるに決まってんやろバッテうわーいでここでバッテって思ったっしょいや普通のバッテやこれ
9000です。高い。えぐい。か。おお、いい。高級バッテや。これマルチのバッテで、うん、これ多分ね、マグダビもついてるの、一緒に。おお、手首固定するやつ、ね。手首固定がこれついてるの、もうそもそも。うん、だからはめて、マグダビつけずに、ここ固定できて、皮厚い。おお、めっちゃいいです。いいね。あの、皮が厚いと、やっぱり長持ちするし。うん。うん、めっちゃいいと思います。特に大学生とかの方がいいのかな。キバットとかの方がいいそうな気する。そうね。うん、スプレーズ。どう買ってみてください。これです。おう、サングラス。はいはいはい、ね、お前何個持ってんだよサングラスよ。バカバカ、サングラス何かといいんだよ。いやいやいや、これ十分だろ。これね、見て、結構珍しいタイプじゃない、うん、透けてんのよ。ほんとだ。結構みんなここさ、隠れてるタイプ多い、うん、で、白球って赤かかってる方が見やすいらしい。あ、そうなんだ。赤レンズが一番見やすいらしいんだよ。へー。だからちょっと赤レンズの透明の、透明である防衛ボールがめっちゃ見やすいやつ。大学野球やってることがこれ。じゃこれも高いよ多分。あ、2万ぐらいです。へぇ、まあでもね、サングラスは俺ね、いいの買った方がいいと思う。そう、野球やってる人って。俺もう島津行った、うん、2万ちょっと。そうだよね、うん、そしてそして、これもそこ行くみたいな感じのやつ。はい、怖いらしい。おい、かっこいい。なんか怖いらしい。これ高級、だベルトです。ベルトなん、ベルトなんです。おい、木箱やん。何それ。これ高級ベルト、ベルトなのよ。で、布地になってんのね。普通のベルトってさ、ここだけ、ここの生地だけ、うん、ただこう、布になってんのよ、うん、何がいいかっていうと、しゃがんだりするときとか、うん、伸びるから腰の、あの、怪我防止とかになるから、これつけとくとめっちゃ楽。腰痛持ちの人とかめっちゃいいらしい。怖いらしい。あとシンプルに多分、あの、あれも上がると思う、パフォーマンス、うん、うん、伸びるんで、うん、ベルト一つでパフォーマンス変わってたらそりゃ苦労しねえだろ。野球そんな甘くねえよ。いや、本当に変わります。これデータ出てんの。データ出てます。あの、かの有名なベイちゃんのエータさんが言ってました。ああ、それはマジで助かります。信憑性高い。あいつガチで野球やってたから、で、これに変えたらやっぱり、これに変えて150キロ出たということですか。そういうことです。やば、爆売れするやん。俺も150キロ出ますよ。やば、爆売れするやん。これちょっとマジみんな買ってみて。マジ、あの、腰痛持ちの人特にこれがめっちゃいいもん。普段買わないようなものを買っていきたかったのよ。そうね、うん、こういう企画だから買うもの。あとね、俺靴見つかってます。おえー、何用と何用と何用だよ。何色の何だよマジで。アンダーマン6、デスケ。なんだお前さ、オーラしてんじゃねえかよ。つまむなよ。はい、これ試合用のスパイクね。今買ってるやつ、予備でもう一回買ってきました。おいおいおい、同じやつ。全く同じ。やばー。俺気に入ったスパイク、俺高校時代スパイク1回も買えてないから。あ、同じアシックスの同じスパイクばっか気に入ったやつを買う。で、こっちがSSK、 カラスパじゃないスパイク。おお、禁止の球場とか。禁止の球場。ああ、なるほどね。で、まあこれも、うん、これしゅね、アンダーマンのこれしゅ持ってるやん。あ、予備ね。なんだ予備ってよ。壊れた時の予備ね。ストッカーやん。ストック、まあ、これもトレッシュストックで買ってきました。アンダーマンいいなと思って。アーマーかっこいいね。はい、あとこれ赤、これ赤のフリース、うん、買っちゃった。これよくない。あ、これいいね。アシックスも、まあ、いいなそういうののオレンジがフリース。これいいっしょ。これいいね。あ、これはね、もう撮影でも結構分かってます。いいな、冬近いんで。買いました、ありがとうございます。はい、でもラストね、はい、ラストパパっていくよ、うん、もう本当に簡単なものしかない。靴下とか、靴下買ったのと、うん、あと絶対に必要な消耗品、アンダーシャツ。ああ、アンダーシャツいっぱい買ってきました。冬用の裏着物のやつ。はい、大事大事。はい、でグローブの手入れが必要だなと思ってとりあえずかけましたという。大事大事。いや、すげえ。いや、これやな、全部で20万か。ああ、これで10万ぐらいやな。うん、すげえ。ナイスバイ、ありがとうございます。いや、マジでやばい。だからもう、この中で欲しいなと思ったものがあったら、ぜひね、ベースボールダウン概要欄から飛んで買ってみてください。お願いします。続けー、おましてー、どかー。最近さ、そのおましてさ、説明なしで使うからさ。おましてはましてだろ。おましてはさ、全国共通じゃないろ。ちげえ、このバグが作り出した意味わかんない言葉だ。ましてそうだよ。あ、お前が作ったの。おましては、おましてはね、続けおまして。僕の10万円分紹介したいと思います。ありがとうございます。俺もさっき次回が紹介したベンチコートと、うん、あと V ジャンあれを買って、うん、こちら何それ。え、何 MK ボール。野球練習しようとしてる。違うよ。
お前がボコスかボコスかホームラン打ってよ川にボールがいなくなるからよ買ったんだよえチームのもの買ってくれたからそうだよお前いいやつありがてーうぅーえぇ、ー、白いのつくよこれ手にほらついたついたうわこの匂いマジ好きなんだよね俺あバカやめファンデーションすんなそれで努力なのと頑張ってボール買いましたありがとう続きこう回してこちらグリップでおまたかい別に自分のバットがあるとかそういうこと違いますチームのあのグリップマジじゃないじゃん、はい、買ったよありがとうございますすいませんありがとうございます、はい、これありがとう今のところチームのためしか買ってないけどお前ははいアクス2足買いましたあお前も2足行ってんかい俺靴2足買ったぞお前も行ってんかい、はい、何言ったのナイキとナイキ水野カラスパはいはい大事な真っ白のビリビリタイプのカラスパやんビリビリタイプのカラスパめっちゃいいやんいいねビリビリタイプおいいねめっちゃビリビリするわ弱まっちゃうよおいいわ寿命縮んだわ今なんで嬉しそうなのまた買えばいいや違う違うはい俺悲しさ持ってなかったうん悲しさは大事やな高校ぶりにと中学ぶりとかが使ってみようと思ってはい次はいこっちねトルシュおービリビリまたもや真っ白のこれも見えずの、ね、えなんでその白が好きなのえやめろ透明やめろええのさんこれトレッシュ 3% 実トレッシュ3万だこれあ、先買ってるんですか俺は 3% ですか3% OK 3% ですあ、すばすばしい嫌がれよはい、トレッシュを変えさせてもらいましたいいねこれスパイクケースおおスパイクケース買ったんだこれ持ってなかったからさサッカーのスパイクケースしか持ってなくて野球のスパイクケース持ってなかったから買いましたいいよこれ何ブイジャンじゃんアンダーマンアンスネのかっこいいこれあ、ブイジャンじゃんこれかっこいい何これシンプルイズザなんでなんでいや、怒れふわっとしてんだよいいんだ怒れやいいんだはい、以上まああとさ、本当明日とかねあとはてか真っ黒すぎよ、これ確かにあ、守備とも買いましたおおアディダスのアディダスの真っ白にしたの真っ白にしたサイズ合うかなちょっと、手に下につける大丈夫だよサイズが違くたって無料返品できんだからさその通り追いつけろよでもまあ本当にできるんでねそうできるできる確かにそんな感じですねナイスボイ僕とお揃いにしたい方、M級の健康ボール買ってみてくださいみんな使ってるみんな使ってるありがとうございますはいじゃあ次私いきますよはい良い子ら瀬戸はいドガーンみんなでお揃いで買ったベンチコートとセットの V ジャン、はい、これはもうみんな買いましたと、はい、発売して僕のまあ本当も一緒なのよ前提としてみんなとアンダーシャツとかあるんだけど、うん、まあマルチのサングラス拍手うわ3万円じゃねえマルチのサングラスあれはい俺持ってるよそれ黒のねうん黒のあれかっこいいよね、うん、俺も持ってますよで、うん、ただちょっと一つ言わしてお前らと形が全然違うんだよサングラスはあ、ほんとだちょっと違うし違う形そうお前のと一緒だからあメジャーリーガーっぽいな形は違うやつにしたえ、形違いますよこれ、万戦寺協会からしたら結構万戦寺協会変えたやつもんね、はい、これ、万戦寺ですよしえ、お前の近谷さん、はい、僕、レンズ2つ入ってましたちなみにこのチームにマルチの風吹かせ始めたのは僕っすよ最初よく買ったんでってことはもうマルチ買った人全員僕の万戦寺違う違う違う最初にもらったのはこいつのサングラスやで、お前がなんかモルチやん言ってお前のリュックやそうだよお前謝れマルチのマの字も知らなかっただろてめえこういうやつが一番キモいっすよなぜか最初にマルチのサングラス買ったのにもう自分のものからよりマルチマルチこういうやつ一番キモいやばいよねほらもうミップのバッテはい水のプロのバッテを買ったんですけどなぜ僕がこれ選んだかってちょっと仮面ライダーっぽくてかっこいいからこのデザインどうですか思った中学生とか買えそうだなねなんか小中学生の時つけてたよ誰が精神年齢中小学生だわそうまあバッテね本当ベイちゃんとかファースピあるんでちょっと新しいの1本欲しいなと思ってこのミップのバッテ買いました嘘でしょはい首筋肉を多分収縮させて多分動力向上には多少役に立つかなっていう。うん。そう。
なんだ、多分本当肘とか張りやすい人とかこれつけてキャッチボールとかすれば多少軽減されるんじゃないですか。多少は多分軽減されると思う。そうだよね、うん、あとこれだね。だから俺もあの近谷も買ってたこのベルト、ね、そう、もう本当一緒なんだけど、マジで俺腰痛持ちなのよ。これで本当に楽になったらマジで紹介できるんで、とりあえずこれは今後ご期待ということで俺が試すんで、ぜひ見てみてください。はい、ってことで僕も靴2つ買いました。別に2つも3つもあんま変わらんからね。黒のアシックスのカナスパですね。おお、カナスパ。真っ黒やん。そう、俺と違った必要かなと思って。リベンジないんだね、お前は。紐タイプにした今回。やばいやばい。で、やばい。ありがとう。おい、4番手にすな、お前。これは完全にアディダスのコレクションです。なんなら誰か持ってんじゃないかと思いましたけど。周りに見る僕は番宣時何も思わないんで全然買いました。いいと思う商品。こいつもそう、番宣時にこうプライドがないといない。でもみんなもだからそんな周りにうわ番宣時だって言われてもそいいものなんだからそ買っていいやん。そうだからもう積極的にみんながいいと思うものをこれから買い続けます。ありましたけど、あとはもう本当にそうかな。あとまあニューバラのパーカー、カーキの、これ本当普段使いできるので。あ、カーキ買っちゃった。そう、これね、本当女の人とかも買えるということを俺は証明したいのよ。あ、確かに普段使いできるの。そう、アディダスの、うん、インスタとかで紹介したああいうリースとかも、あれいいね。そうだ、一回見てみてほしいのね。ベースボールタウンというものをどんなものかという。プライベートでも着れるの。そうそうそう、あれマジで着れる。あ、ちょっと着れるって同じやつ。まあ、ほんとそんなもんですね。あとはもうほんと一緒、アンダーシャツ、裏着物のやつとか、うん、あとはまあ靴下とか、うん、アシックスね、消耗品ね、そう、消耗品をまあいろいろ買いました。消耗品いいな。それくらいかな。あとは僕の10万円企画はこれでした。うわー、まあ、だから万全時で固め尽くされてるんだよね、俺は。えぐいね、うん。はい、というわけでラスト、私でございます。よいしょー、ちっちゃ。うん、確かにだんだんちっちゃくなってそう、ね、コンポート大丈夫なの。まあそうそう、だから俺ちっちゃいものをコツコツと、そういう心情で生きてきてます。何してんねん。生きてます。よし、というわけで一つ目、はい、アンダーマーのなんか半袖ですかね、これは。ラキトのやつだろ。こういう紹介すんの。俺はああ、うん、俺のか、うん、遅いなおい、すっとこいよ。じゃあ1個目、はい、マルチのバッテですね。まずこれは誰も買ってないでしょ、これ。開けてみますね。こういうやつなんですけど、知ってます？ここの、これがあのマグナビついてるやつね。で、太くて、結構キバットとかに合うかなっていう。うるせぇ！言ってたね。言ってたよ、さっき。近いや、全部一緒のこと。え？裏話聞いて。いいよ。俺、バッテ買おうって言ってね。で、マルチのバッテ選んだのよ。9000円だけえな。でもまあ、せっかくだから買うかって買ったの。こいつ、6000円ぐらいのマルチのバッテをカードに入れてたのよ。うん、俺の見て。なんかそんなの。マジでもこっちの方がかっこいいよねとか言って6000のをまた押してた自分でも、うん、気づいたらこっちだった。ああ、わかる、やってること。カエルかだろう。俺には言わずに気づいたらこっちだった。ダサすぎる。やばいって。ダサすぎるよ。なんかそれだ。だからその同時に勝ってるから万全じゃねえか。違うよ、ちょっとでも遅かったら万全じゃねえか。同時に勝ってるから俺らが先に注文してありませんあれね、マルチのグローブ、うん、グローブ買った。そんな軽く言わないで。マルチのグローブです。マルチなんかなんだっけ、あの電車にいる西垣いるやん、あいつがこうなんかメジャーリーグが使ってるやつなんですよ。そうなんだ。って思ってあん、グローブね、うん、いいよね。マジではめた感初めての感覚なんだけど。そうそうそう、なんだろう、中ふわっと、ね、外カリッとみたいな感覚。食べ物じゃねえんだ。そのままエラーですね。これでもこれでこれじゃ、まあまあまあ保険かけんなよ。うーん、しない保険かけんな。あ、もうしない。これはもうしないから。あー、早急エラーはしていいんだよね。もうダメだそんな時ってなったらマルチの外野手グローブ。めっちゃ買いすぎてなったら何年だよ。ってなったらマルチの外野手グローブ行きましたと。やばいねお前マジで。頭からつま先までマルチでトレーニングしてる。じゃあなんでかかる。自分がマルチ流行らせたと言いたいからなんだ。それがメリーゲームすごいんだ。あべぇ、お前が流行らせたじゃないから。え、いっぱい持ってればいいんじゃないの。違うじゃん。違う、でかい、なんか手のところがやっぱ外人なのかな。ね、なんかさ、この2個のやつとかさ、海外っぽいよね。確かに、うんうんうん、網のところがでかいんだよね。あと色味がさ、なんかすごくない。あんま見たことないよ。ニューバランスのズボンですかね、これは。それ俺持ってる。今履いてるもしかして。俺履いてます今。見てください、これは。これです、これ買いました。
まあ、まあ、マジいいよね。二村さん大好きなんで、うん、これとかも同じ。俺も普段使いできるからマジでいいと思う。まあ、高エナジー。おお、前も買った。買いました。え？高エナジーはみんな買ったね。これ俺バックルゴールドにした。うん、俺シルバー。ゴールド。俺もゴールド。俺シルバーにした。ね、まあそこの色は選べるんで。うん、あとは長袖バイオギア4枚。うん、大事ね。でも大事やん。ほらベースボールターンでアンダーシャツ付きは全部揃えますって話。揃う揃う。で裏肝の長袖アンダーマー3枚、うんうん、まあ、絶対買っといた方がいいもんな。これはそう SSK の裏肝タイツ3個。おー下のやつ、うんうんうん、いやマジそんなもんです。あとほんとビアコンとベンチコートと V ジャンだけです。ナイスバイナイスバイ。よーし、言うとあれやな、グローブに重きを置いたんだね。そうだね、グローブ結構いったっしょ。グローブかっこよかったな。グローブで半分入れてるじゃん。こちら、ドーン。結構入りそうだね、これも。大きめの、なんかサッカーボールとか俺持ってきた。あ、サッカーボール。そうそう。あ、いいやん。お前マウント取ってんな。大きさで。大きさまで。俺の半分しか入れないなと思って。前のがデカすぎる。それで熱中症になるからいけんのって話。関係ねえだろ。まあでも本当、これは本当にリアルに中学生とか高校生使えそうだね。これ使えそうだね。使いやすい。リバランスのズボンとドーリンスプリーツね。はい、あ、これはいいね。これめっちゃいい。俺絶対いい。多分明日買うわ。明日届いてるからね。今日回は別に朝で撮るか。 OK。 ゲームセット。はい、いや、ナイスバイしましたね、みんな。いや、マジでなんか嬉しい。ね、いっぱい増えてやばいね。ということでね、僕たちもこんだけ買ってみたんで、皆さんもね、ぜひベースボールダウンでご購入の方考えてみてください。はい、よろしいす。で僕たちベースボールダウンさんでこれ買いましたけども、これベースボールダウンさんからね、お年玉企画っていうのやってます。なるほど。レガシー3本プレゼント。あの誰で、ベースボールダウンさんが、僕たちの視聴者さん3名様にね、レガシーをプレゼントするというお年玉企画やったり。バッセーゴ、まず俺らによこせよ。バカ。しかもね、めちゃくちゃ良心的で、サイズが選べんのよ、当たった人。あで78センチ、80センチ、83センチ、84センチの4種類から選ぶから、大人の人がとっても選べる。で、子供の子がとっても78センチとかで、少年野球とかでも使える。応募方法なんですけども、概要欄からベースボールダンサーの LINE を登録してくれた方に当選されます。応募期間がね、12月の20日までなので、みんなね、忘れないように。で、当選した人はそのベースボールダンサーの公式 LINE から LINE が来るので、それまでね、お待ちくださいということで。今日の切り抜き動画はハニートーストさんです。ありがとうございます。僕たちね、今切り抜き企画やってて、ハッシュタグエンドレススポーツ王でね、動画を投稿してくれたら最後に載せることができるのでね、みんなもぜひやってみてください。お願いします。それではこの50枚企画すごいなと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃねー。今日も見てくれてありがとうございます。ベースボールターンね、非常にいい商品があるので、ぜひみんな買ってみてください。明日の動画は日本人 VS 外国人でパープル君やってみてよ。見てね。